愛知県選挙区 NHK から国民を守る党末永ゆかり37歳愛知商業高校卒業リクルート保育園運営会社を経て大手人材総合サービス会社社員 NHK から国民を守る党 党員。それでは、末永ゆかりさんの政見放送です。ただいま紹介に預かりました。N. H. K. をぶっ壊す。で、おなじみの。N. H. K. から国民を守ると、公認候補の末永ゆかりでございます。私の公約は。さまざまな N. H. K. 問題の解決を目指すことです。 今の NHK にはたくさんの看過できない問題があります。まず一つ目は NHK の受信料制度です。受信料をきちんと支払っている人と受信料を支払っていない人がいるのは不平等です。受信料を支払っていなくても NHK を見ることができたり、NHK を見ていないのに受信料を支払わされたりするような受信料制度はおかしいです。NHK をスクランブル放送にすることで NHK を見たい人だけが 受信料料をを支支払払う制度に変更すすするべきです電気や水道は使った分の料金を支払わないと供給が止められますつまり電気や水道は使った分だけ請求され使わなければ請求はされませんところが NHK は NHK を見ている人も見ていない人も一律に請求されてしまい不平等な状況を生み出しています NHK を見ない人にとっては電波の押し売りに他なりません NHK から国民を守る党は NHK を見たくない人の権利を守るためにもスクランブル放送の導入を実現するために放送法の改正を目指します NHK のスクランブル放送に関するある新聞社のアンケート調査では88%の方がスクランブル放送を導入するべきだと答えていますそのような多くの国民の民意に後押しされ NHK から国民を守る党には27名にも及ぶ地方議員が誕生し NHK 問題に取り組んでいます。NHK をぶっ壊す。次に2つ目 NHK は職員の給与が高すぎます。NHK 職員の人件費の平均額はなんと約1800万円です。1か月にすると約150万円です。高すぎますよね。そのの財源のほとんどが 皆様から集めた受信料です NHK をぶっ壊す3つ目 NHK は公共放送の役割を果たしていません NHK は福島原発事故の時に情報を正確に報道しませんでした元 NHK アナウンサーの堀淳さんは原発事故発生のあの日私たち NHK はスピーディーの存在を知りながら制度の信頼性に欠けるとした文部科学省の方針に沿って 自らデータを報道することを取りやめた国民の生命財産を守る公共放送の役割を果たさなかったと語っています視聴者に正確な情報を伝えない NHK は公共放送と言えるのでしょうか NHK をぶっ壊す NHK から国民を守る党は中学生や今まで投票に行っていなかった方から応援の声をいただいたり 今度は選挙に行くよと言ってくださる方が大勢いらっしゃいますそれは NHK 受信料が私たちの生活の目の前にある問題であるためと悪質な集金人が多すぎるためです NHK 集金人の中には一人暮らしの女性に強制挨拶を働くなど悪質行為が多数発覚しており被害者が後を絶ちません NHK から国民を守る党へは被害の声が多数寄せられています 今の政治はどれだけ国民の声を反映できているでしょうか参院選ですら有権者の2人に1人でしか投票に行っていません放送法を改正し多くの国民が望む NHK のスクランブル放送を実現することで一人一人が動けば私たち国民の声は届くんだという実例を皆さんと一緒に作りたいのです NHK から国民を守る党は NHK がかたくなに行わないスクランブル放送の導入を実現し、公平な受信料制度に改めるとともに、悪質な NHK 集金人の廃絶を目指します。次に、ワンセグやインターネット配信への NHK 受信料の拡大に対して断固として反対し、法令の変更に向けて注力をしていきます。NHK から国民を守る党は、国会にて NHK 行政に徹底的にメスを入れ、 放送法の再整備や法改正に取り組み NHK 問題による国民の不利益を解消すべく公約実現に邁進します NHK から国民を守る党は NHK の諸問題を解決しスクランブル放送を実現した折には党を回答することを公言しております愛知県から NHK をぶっ壊すありがとうございました NHK から国民を守る党 公認候補末永ゆかりでございました愛知県選挙区 NHK から国民を守る党末永ゆかりさんの政見放送でした